にちは、ようてんゆりなです。イエーイ。というわけでレッスンがね、先ほど終わりまして、レッスン終わってもう速攻でとりあえず SNS を更新し、知ってる方も、私昼かなに情報解禁になったんですけど、私そのねちょうどタイミングレッスンしてて、まあ、情報解禁になったタイミングではできなくて、レッスンが終わってさっき急いでねツイートと、あ、違うポストと、インスタグラムの投稿したんですけど、なんだっけ、初めてのDVD、グラビア DVD、 モデル、なん、水着 DVD、 何 DVD だっけ、何のって DVD が4月29かな、で今日から2月29から予約開始。なんかレッスンで疲れすぎてて、ちょっと頭がね動いてない、ごめん。そう、イメージビデオかね、予約開始ということで、まあなんかSNS とか、まあなんかちょっと水着の何写真とか出してたから、ファンの人はね結構メンバーがみんな写真集を出してたから、ファンの人は結構「え、写真集ゆりなちゃんもついに」みたいな感じで言ってくださってたんですけど、写真集じゃなくてDVD でした。はい、だから多分ファンの人は「え、そっちかい？」ってなってびっくりしたかなと思ったんですけど、サイン入りチェキの方も売り切れてる。あ、そうだから今一生懸命このレッスンしてるんですけど、今一生懸命チェキにサインを頑張って今書いてるところになっております。今その家帰って毎日チェキにサイン書きとかを書いているところなので、皆さんのところに届くのを楽しみにしていただけたら嬉しいなと思うんですけど、なんかもうファンの人曰く、なんか気づいた時には完売になったって買えなかったですみたいなコメントを見たので、ちょっと申し訳ないけどブルーレイはないですね。うん、あ、すごい、あー、すごいいっぱい来ちゃった、もう一生話進まない、ね、だからでも皆さん売り切れたからって言って買うのをやめるのやめてくださいね。ぜひチェキ付きが売り切れたとしても、ぜひたくさんの人に手に取っていただきたいので、チキツキが売り切れちゃったからやめようかなっていうのはナッシングでお願いします。ナッシングでそれはお願いします。売り切れたと買えなかったとしても、ぜひゲットしていただけたら嬉しいなって思っています。いや、めちゃくちゃね、結構1週間弱、5日ぐらいかな、沖縄の方に行かせていただいて、本当に1日撮影をしました。本当に私沖縄はね、正直2周年の8のコンサートの時かなに沖縄に1回行かせてもらったんですけど、それぶりだったかな。総選挙とか1回なくなっちゃったじゃないですか、沖縄総選挙だったっけ、なんかなくなっちゃったりとかして、だから多分それぶりぐらい、何年ぶりだろうっていうぐらい、8年ぶりかな、だから8年7年ぶりぐらいに沖縄に行ってきて、どっちかっていうとね、マジ寒い時期に行ったんですけど、結構沖縄はしっかり暑くてですね、
結構ね、蚊に噛まれたりとか、あっちはね、まあ、半袖長袖ぐらいの時期がだったりとか、まあ、ちょっとねプールじゃなくて水の中は寒かったですね。うん、っていうぐらいの気候の時に行ったんですけど、まあ、全然冬の時ぐらい。まあ、だから私ショールームをしてるからファンの人に、まあ、私ね正直匂わせとかああいうそういうことを一切しない人だから、でもショールームだけ毎日やらないといけなかったから、ファンの人はもしかして背景がねいつもやってる家じゃなくてちょっとこうホテルっぽかったりとか感じで、なんかあれみたいな、どこにいんのみたいな、ちょっと気づいきなんか仕事してんのみたいな気づいてた人はいたので、まあ分かった人には、あの時期にゆりなちゃんはリベリ撮影行ってたんだなって多分分かっちゃうと思うんですけど、そう、超忙しい時に行かせていただいて沖縄に。でもすごくなんだっけ、ソーキそばとか食べたりとか、撮影のスタッフさん、本当にメイクさんでカメラマンさんで、DVD 撮ってくださって、映像撮ってくださってる方で、もう一人こう運転とかしてくださる方が いらっしゃったんですけど、本当に皆さんめちゃくちゃいい人で、本当にすごく良くて、私自身ちょうどねこうその時期がすっごい忙しくて、常に何か覚えないといけないっていうぐらい結構いっぱいいっぱいな時期ではあったんですよ。で正直体調を崩さないかがすごく心配で、自分もなんかやっぱりさ気温が違うからで疲れもあったから大丈夫かなってこう思ってたんですけど、すごく人たち皆さんが優しくてすごくいい方々で、でこうメイクさんとすごく仲良くさせてもらってて、でメイクさんがね年がすごく近かったんですよ、私とね2個とかしか変わらない、2、3個ぐらいしか変わらなくて、でそれでねすごくちょっと共通点とかもあったりとかして、それでねすごい初日から仲良くさせていただく、なんかこう結構お話とかさせていただいたりとかして、すごくねとっても楽しかったですし、撮影の現場の皆さんが本当に素敵な人たちで、でなんかまあファンの皆さんはちょっとあんまり想像できないかもしれないですけど、すごく私もね意外に疲れてて死んでたらどうしようと思ったんですけど、まあそこはやっぱりちゃんと仕事のスイッチ入ってて結構元気いっぱいにやらせてもらったんですよ。でそのいろんなスタッフさんともすごいたくさん会話とかさせていただいてて、多分ね人見知りだと思ってるファンの皆さんからすると多分あんなに喋ってるゆりなちゃん、成長したなってきっと思ってもらえるぐらいすごいいっぱいたくさんお話しさせていただいたりとか、すごいねめっちゃその撮影の人たちがすごい褒めてくださったんですよ。その私のねそのちょうどやってる時期がもうなんか素晴らしく忙しくて、なんか今何やってるのみたいな言われて、あ今こうこうこうでこうこれやってるんですみたいなやったら、えそうなのめっちゃ忙しいじゃんみたいな、えでも本当に文句一つ言わないんだねみたいな、常にニコニコしててみたいな、いや本当にいいよみたいな、なんか何も力になれないけどでもすごい応援したくなるよって、すごいモチベーション上げてくださったというか、もうあっちの方もやっぱりプロですからすごく優しくて、それがすごい自分の中のこのやっぱり詰められた状況下でいっぱいいっぱいだったからすごくそこが嬉しくて、すごい素敵な人たちとこう初めての DVD っていう作品一緒に作れたことはすごく良かったなっていうふうに思いました。とっても忙しくて結構過密なスケジュールだったんですよ。沖縄でももう朝ねめっちゃ早かったの、これ言って怒られないから大丈夫かな、朝ね6時半からメイクだったんですよもう6時半からメイクスタートだって、で夜までとかやってたから結構過密で大変だったんですけど、なんか人たちに支えられて元気にできて
なんかすごい良かったなって思ったので、そういうあのまあ1本目のやつはね、まあ出してるやつはまあフレッシュな感じもありつつ、まあ大人っぽいのも撮ったので、そういう感じの、なんて言ったらいいんだろうね、いろんな私をギュッとしていただきましたというか感じなので、ぜひたくさんの方が気になっていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってますし、正直結構頑張りました私今回今までの今までグラビアいろいろさせていただいて、いろんな雑誌さんとかに出させていただいたんですけども、今までで一番頑張ったなって思いますし、今までは写真だったんですよね。でも今回は映像ということで、まあ、動いているじゃわけじゃないですか。だからだいぶ私、まあ、この私を知ってくださっている、よく理解してくださっている人たちから見ると、あ、ゆりなちゃんすごい結構なんやね、頑張ってるんだなって思ってってくれるかな、わかんない。でも今までの私の中で一番多分、今までで一番頑張ってはいます。そう、なんか他の人と比べたら、私は他の人を知らないから、なんか言う知らんけど、そんなのは私と比べるのであれば本当に今までで一番頑張りました。私、まあ、未知の領域っていうのもあって、こう今までやっぱりどうしても写真が多かったので、映像を撮るってことはなかったので、なのでそうですね、まあなんかやっぱり写真じゃない分っていうのもまあきっとあるでしょう、わかんないわかんない、私比べる対象がないから、もう比べる対象は私しかいないから、私と比べてっていう話にはなってしまうんだけども、そうですね、まあ、なので私さっきポストもしたので、たくさん拡散とかつぶやいていただけたら、多分きっとその DVD 作成してる側の皆さんもすごくきっと喜んでくれると思うので、ぜひ皆さんたくさん拡散していただけたら嬉しいなって思っていますので、ぜひ拡散してください。ちょっと恥ずかしかった。だって私正直に言うとですね、グラビアで結構2パターンに分かれるんですよ。グラビアやってて、そういうのを何とも思わない、全然恥ずかしくなかったですっていう人と、恥ずかしいですっていう人がいるんだけど、私はですね、まあ、今まで何年もやらせてもらったんですけど、恥ずかしいです、常に恥ずかしいです。基本恥ずかしくなかったことはないです基本的に私は今までたくさんグラビアさせてもらいましたけど、普通に恥ずかしいです、はい、恥ずかしくないっていうメンバーもたくさんいるんですけど、普通に私は恥ずかしいですね。特に今回映像だったんで余計に恥ずかしかったですね。はい、それはまあそうなんですけど、なんか多分もう発表出てるかわかんないけど、そういうさ、まあ、ちょこっと見映像とか、まあ多分見てもらったらわかると思うんですけど、よくわかるかわかんないですけど、まあ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 、でもね、結構堂々とはしてたらしい。そう、恥ずかしいけど、恥ずかしそうには見えないってよく言われます。そうだけど、まあ恥ずかしいですよ正直。初めてグラビアやらせてもらった時が、あれ何歳だったっけな、10
19、8ぐらいだったんですけど、なんかその時は本当に恥ずかしかったです。私それまでに中学生ぐらいまでしか水着って着てなくて、で中学生の水着ってさ、なんかもうそんなオシャンティーな水着とかさ、オシャンティーな水着なんて着た試しとかなかったからさ、まあ、正直いつも絶対着ててもこうワンピース調とかばっか着てたから、それを急にさビキニみたいな三角形ってなったんですよ。だから初めてのグラビアがそうだったから、でもぶっちゃけあんな薄着で人前に立ったことなかったからめちゃくちゃ恥ずかしかったですよ。もちろん今までにあんな、だってさもうこことここしか隠れてないみたいな格好で、大げさに言うとよみたいな格好でたくさんの人のところに出るってことなんて今まで経験なかったからね、お家の中ぐらいじゃないとないじゃないですか、そんなので。うち家の中でも結構服をちゃんと着てるタイプの人間だから、なんかあんまりその布面積少ない状態でいるっていうことが基本的になかった人間が、急にねそうやってカメラとかスタッフさんとかいっぱいいる中であの格好っていうのはすごいめちゃくちゃ恥ずかしかった記憶がありましたね。だし自分がなんかそこまでスタイルがいいとか思ってなかったからこそ自信がやっぱりなくて隠せないじゃないですか、スタイルを。衣装だとやっぱり結構着痩せして見えたりとか可愛く見えるけど、水着って隠せないからすごい自信がなくて、うおーってなってたんですけど、まあ仕事なのでね、それはプロ意識を持ってさせていただいてたし、ずっとさせていただいてて、でたくさんこうグラビアにポンポンポンって出させていただけてた時期はすごく嬉しかったです。やっぱり何かこう突出するものがなかった私にとっては、こうなんだろうな、グラビア待望のグラビアですみたいなって言って、こう何社かポンポンポンって出させていただけてたのはすごく嬉しくて、そうで、まあ今回その前にね先輩がね DVD 出してたんですけど、まあ私も声掛けいただいて、まあ新たなチャレンジということでですね、まあチャレンジさせていただいた所存でございます。今回新たなことに挑戦、やっぱりいろんなことに正直、まあ今までね私はノーって言ったことはないんです、仕事に関して。たとえ嫌だなと思ってもやってきました。だからノーっていうことはないし、だけど、まあ、新たな挑戦としては、何がどうでどうバズるかなんてわからないじゃないですか。今 SNS が発達してて TikTok とかでもさ本当にさバズっちゃってさ、急にいっぱいメディアに出るみたいな感じでさなることもあるから、どこで何がどう世界が変わるかなんてわからないので、今回の DVD のお仕事をいただいた時も、まあせっかくいただいたのでできる限りで私なりに頑張らせて、まあいただきまして、なのでたくさん皆さんが話題にしていただいて、なんかこう拡散とかポストとかしていただいて、あすごいってこうどっかから私のを、あゆりなちゃんって DVD 出したらこれぐらい売れるんだとか、なんかゆりなちゃんってこれぐらい一応注目度あるんだみたいな材料みたいなっていう風になれば、すごく私自身も私に自信が持てるかなっていう風には思います。でもいつか写真集は本当に出したいんですよね。私ずっとグラビア始めてらしてもらった時から、まあ、写真集は出したいってずっと言ってて、で、まあ、ファンの人もね、私が多分グラビアの写真をアップした時に写真集かなって思ってたっぽいんですけど、写真集じゃなくて DVD なんですけど、はい、だったんですけど、写真集もねいつかね出したいですね。もう写真集はずっと言ってる夢ですから、ね、りんちゃんもエスカルゴだし、
下をもう僕だけのもの出すしね、あのフォトブックで記念になるものがしなと思う。そのやっぱり一つのあれにもなるんじゃないかな。 DVD がもしすごい売れたらどっかの出版社さんが、え、行天さん写真集出しませんかみたいに、もしかしたら、え、こんだけ DVD で売れたんだったら写真集出しても売れるんじゃない行天ちゃんってなったら、もしかしたらお声掛けくださるかもしれないので、ぜひね、あの DVD もたくさん、本当に素敵なスタッフさんたちと素敵な場所で撮っていただいたので、DVD 会社の方もね、きっとたくさん売り上げ出てたくさん拡散してくださったら嬉しいと思うので、ぜひ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 チェックしていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、まあちょっと今日はこの辺で、私はもう帰ってからですね、明日は波動ですね、明日は仕事してから波動があって、で明後日し明後日は握手会ってなると、もう投資がね、なんと春子の投資が始まっちゃうくてですね、あの1ヶ月前ぐらいに振り入れした振りとかが何にしろあんまり覚えてなくてですね、結構やばいので、いろいろとあの振り起こしをね結構しないといけない曲がたくさんありまして、入れたんだけど覚えてないみたいな入れたんだけどちょっと怪しいなっていう曲が結構あって、これからちょっと振り起こしが家帰って頑張ろうと思うので、あとね、サイン、あと DVD のサインのチェキ書きもね、私今一生懸命頑張ってやってますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらということで、春子もね、あのイキリンさんの卒業公演の次の日の 2days もね、ぜひ皆さんと一緒に盛り上がれるようになってると思います。楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに、まあ私はね端っこで踊ってるんですけど、私のファンの皆さんは端っこで踊っても見つけてくださると思っているのでね、だし多分、春コンが終わったら私たちの劇場メンバーの初日も来るんじゃないかなと思うと、またそっちもねやらないといけないというふうに、まあやることは詰まっていて、あの皆さんの前に現れる機会は私少ないんですけども、裏でいろいろやっておりますので、ぜひね、会える時は会いたかったって言っていただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ会える機会の次は春コンか、あ、波動かな、波動終わったら春コンかな、楽しみにしていただけたらと思いますので、私も振り起こし頑張ります。まあでも忙しいぐらいが嬉しいですね。暇だと暇でね、悲しくなっちゃうなって感じになっちゃうんだね。やらないといけないことがいっぱいあるって素敵。昨日やらないといけないことがいっぱいあるにもかかわらず眠すぎて寝てしまってね、夜急いでね、いろんなことをやったんですよ。もう提出しないといけないものが結構あって、でやばいやばいってなって全部終わらしましたよ、提出しないといけないものはね。なんで今日頑張ります、振り起こし今日頑張りますって3公演分でまだ振り入れしない曲もあるので、まあ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 3公演分振り入れた曲は覚えたいと思います。頑張るぞ。おー、じゃあ終了にしちゃいます。13位シュガーさん、12位さきもりさん、11位まさとさん、10位ヤングさん、9位岡山さん、8位春太郎さん、 DVD おめでとう、写真集の時はカメラマンするねだって、え、プロに頼みたいなそれは7位サマスさん、 DVD 発売おめでとう、楽しみにしてるね、ありがとう。6位メトロポリスさん、4位司令長さん、発売おめでとう、楽しみですだってありがとう。3位近いシーさん、2位ザク1973さん、ファースト DVD 発売決定おめでとう、楽しみすぎるだって嬉しい、ありがとう。そして今日の第1位は地道な走り屋さんです、いや、イメージ DVD 発売おめでとうだってありがとう。というわけでね、皆さん今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日はね波動で遅いから、で波動の前に仕事があるから、その前にショールームを、でもその前って言ってもレッスン、あれフリー、ちょっとどうか、ちょっとスケジュール分かんないんだけど、まあスケジュールが出た、でも多分昼ぐらいかなと勝手に思っています。というわけで今日も見ていただきみんなありがとう。 DVD ぜひチェックしてください、よろしくお願いします。それじゃあまた明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。